本日は三井ガーデンホテル京橋に来ております。前日ね、三井ガーデンホテルのイタリア街っていうところに泊まったんですけど、今日は京橋連続で三井ガーデンホテル系列で宿泊したいと思います。入り口がね、1階になってて、フロントが2階にあるみたいです。1階はこのような形になっております。18時チェックインなので荷物だけ預けに来ました。お部屋は後ほど。今回はダブルベッドのお部屋、お部屋の作り的には同じような形になっております。まあどういったところが違うのか、そういったところを少し見ていきたいと思います。これはイタリア街の方にはなかったものとなっていて、ナノEの空気清浄機が置いてありました。テレビの配置とかは同じような形になっています。そして一つ違う点がありまして、イタリア街には最上階に大浴場がありましたが、京橋のホテルには大浴場が備わっていないということになっておりました。お部屋はこのような形になっております。ダブルベッドで枕はこちら4つありましたね。ちょうど胸ポケットの部分に三井ガーデンホテルというロゴが入っております。館内着があるとね、着替えを持っていかなくて済むのですごく助かりますよね。部屋の備品を見ていきたいと思います。こちらのね、意外と目立つようなところにある扉を開けると、金庫がこちらに貴重品を入れていただいて、少し和風なデザインが施されているのかなという印象を受けました。ここの扉を開けると、電気ケトルと氷を入れるあれが置いてあります。下の扉を開けてみますと、まあ、マグカップとかガラスのコップ類、まあ、緑茶とかどちらも2種類ずつですね。続いて下にある扉を開けると、冷蔵庫が前回紹介した三井ガーデンホテルイタリア街と同じキリンの天然水缶が4本置いてありました。冷蔵庫もね、同じようなもので、広さもまあまあ十分なのではないかなと思いました。上はね、アイスクリームが入れられない冷蔵庫になっております。溶けてしまうので気をつけてください。ベッド横にあるソファーと机です。机の上には感染予防対策ということで、マスクとかティッシュを入れるためのゴミ箱とはまた別のゴミ袋、ベッドサイドですが、ベッドサイドで部屋の電気をつけたり消したりすることができます。入り口の電気なんかもベッドのところで変えることができるので便利です。目覚まし時計が1つ、後ろに電源コンセントが2つついておりました。そしてね、これがアクセサリーとかメガネとかそういったものを入れるようなものになっているのかな。ベッドのね、上には謎のカメさんが書かれておりました。カメとあと靴下みたいな足袋なのかな、よくわからないんですが、デザインが施されておりました。枕は4つ置いてありました。三井ガーデンホテル京橋、お部屋には Wi-Fi もついております。最近はね、このテレビのモニターで館内案内を見ることができるようなホテルがたくさん増えてきております。まあ、各階に製氷機ですとか自動販売機とかいろいろと設置してあるみたいです。マッサージとかカフェザ・ラウンジっていうものも、2階には朝食の会場もあるということです。部屋の貸し出し品ですが、アイロンとかワインオープナーとか揃っているみたいですので、もしね、利用される方はぜひ、こちらには充電器とか鏡とか差し型の館内案内が、この引き出しね、なかなか意外と見つけられない方もいると思うので、もし利用される際はこちらにあります。浴室を見ていきたいと思います。ベッドの横にこじんまりとくっついているような形になっております。白とね、黒のモノトーン基調のデザインとなっております。バスタブは結構広めのお風呂になってますね。使いやすいのではないかなと思います。あとレアなっていうね、三井ガーデンホテル系列だ、このシャンプーとボディーソープ類が置いてあります。あとアメニティですが、コップ類とハンドソープ、綿棒とかヘアブラシ、あとボディウォッシュとカミソリ、そして歯ブラシが置いてあります。ヘアドライヤーとタオル類もしっかり置いてあります。バスタオルとハンドタオル2枚セットになっておりました。どうでしょうか。綺麗なお部屋だと思います。使いやすくていいと思います。あと入り口にね、クローゼットがあって、ハンガー類もたくさん置いてありましたので、特に困ることはないかなと思います。ランタン型の懐中電灯とスリッパ、こんな感じになっております。ということで、今回は綺麗ですごくいいホテルだったので、ぜひ利用してみてください。それではリンクスのりょうでした。バイバーイ。